22年度早稲田法学部分析&23年予想。早稲田法学部は成績開示においてもこう素点を公表してないんですよ。これね、推測ができます。6割ちょっと取ればもう合格圏。数百人レベルで実際の受験者って少ないんですよ。成績開示データからちょっとね分析していきたいと思います。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回は平田瀬也。どうも皆さん、こんにちは。早稲田法学塾代表の平です。いつもお世話になってます。森哲ちゃん、はい、今日はね、久々にね、僕らしいちょっと内容になるかなという感じですね。結構僕といえば割といろんな数字の側面からね、早稲田入試を分析、はい、研究してね、うん、話をするんですけども、今回はですね、22年度早稲田法学部分析&23年予想。おー、出ました、この話をします。法学部実は初めてなんですよ。で、実はほら、森田先生が2月にねこう出してる公表でもね、早稲田法学部の英語があったので、うん、じゃあそれと絡めて、まあなんかこう AI がうまく反応してくれるといいな、うん、みたいな感じで、でちょっとこう作ってみようかなと。はい。で、法学部に関しては今までこう話したことはなかったんだけど、結構ご希望のね連絡とかが割とユーテラとかの方にも多かったので、ちょっとねやってみようかなと思います。でね、まず早稲田法学部を分析するにあたって、22年入試の平均点およびここ数年の平均点をちょっと見ていきます。こちらご覧ください。と、今早稲田法学部はまあ英国日本史世界史数学と、あとまあ人数少ないんでもう省きましたけど、整形での受験が可能なんですね。で、英国日本史世界史は早稲田一般入試2月15日あそこの会場で受けます、うん、数学に関しては数学200点分が40点満点に換算されますという形になります。ちょっと一つずつ見ていくんですけども、英語に関しては今年ちょっと難しかったのかなって感じですね。平均点が 26.844 です、うん、で、これ括弧の中身なんですけど、これここ3年間の、まあ、21年20年19年の平均点なんですけども、ちょっとあの平均点以下程度によって省きましたが、28、28、30.5 っていうのがここ3年間の平均点で、うん、まあちょっとこう下がったかなぐらいですかね。ただまあ許容範囲の範疇であろうという見立てですかね、と思います。で、次に国語。国語は、まあ、英語もそうだけど、やっぱり早稲田法学部は早稲田最強です。で、まあ、平均点見たときに、まあ、若干上がってるかな、だけど、まあ、あんまりこう変化というには、ちょっと言えないかな、ぐらいの難易度ですよね。今年は 27.268 でしたと。まあ、これ後で話すんですけど、ただ、今年の早稲法に関しては確かに難しいんだけど、この難易度で、この平均点なのみたいな。いや、もっと全然取れるだろう、みたいな感じだったので、ちょっとその話も後でしますね。で、まあ、早稲田の法学部、日本史。40点満点で 22.598 が平均点、世界史は 25.176 が平均点っていう感じですね。数学は 121.034 が平均なんですけど、 24.2 が平均ですね、これ換算するとね。こういう数字なので、結構日本史世界史数学あんまりそんなに差異はないかなというところで、早稲田法学部はこれね、成績標準化が早稲田商学部とかと一緒で3科目全体での標準化が行われるんですね。ってなってくると、当然平均点3科目の合計点が重要になってきます。平均点の合計が一番低かったのが日本史の人なんですけど 76.71、 一番高いのが世界史の人なんですけど 79.288 なんですね。3科目の受験者平均点が。早稲田法学部は成績開示においてもこう素点を公表してないんですよ。となると何が起きるかっていうと、こう何点ぐらい取った人がどれぐらい減らされてるっていうのがわからない。だけど私を誰だと思ってるんですか。これね、推測ができます。もうほぼ 100% に近い洞察が働きます。なんでかっていうと、早稲田には2タイプの標準化しかないんですよ、うん、選択科目で標準化するか、もしくは全体3科目で標準化するか、うん、で、全体3科目で標準化する場合、まあ他の動画でもしょっちゅう言ってますけど、早稲田大学当局がこれぐらいの点数が平均点になったらいいなとする、僕が通称標準点と呼んでる平均点の値があるんですよね、はい、早稲田大学がこれぐらいが平均点になるといいなと目論む平均点です。ただし実際に受験生がじゃあその通りに平均点取ってくれるかっていうと、そんなことはないんですよ。やっぱり想定よりも受験生が取れすぎちゃったりとか、取れなさすぎちゃったりってことがあるんですよね。だからこの大学が標準点としている得点と実際に受験生が取る平均点との間の差異が標準化という形になって現れるんですね。早稲田商学部や教育学部などこう3科目型で標準化する、あと文学部や文化構想もそうですね、学部は全て標準点の数値を 50%
プラス数点のところに置いてるんですね。例えば文学部や文学放送だと、まあ、おおむね103点から105点の間ぐらいです。早稲田商学部も200点満点なんですけど、まあ、102、3点から105点の間ぐらいに、置いてくることがほぼほぼです。早稲田教育もそうです。77、8点ぐらいがほぼほぼです。っていうことで考えると、早稲田法学部だけあさっての方向に標準点設けてるっていうのはちょっと考えにくいんですよ。早稲田法学部もそれぐらいなんじゃないかってことを考えると、当然標準点として設けている理想の平均点が75点プラスちょいの、まあ、77、8点ぐらいである可能性が非常に高いんですね。ってことで考えると、今回の平均点の合計76.71から79.288 ですよ。これ標準化の影響ほぼない可能性が高いです、うん、むしろ日本史なんかを受けている人だと、これ補正値プラスに働いている可能性も高いです。なのでこれ僕予想補正値って書いてるんですけど、プラス1からマイナス3の間ぐらいで皆さんの素点が標準化されている可能性が非常に高いよっていうことですね。今回合格最低点が、まあ、89.895 なんですよ。まあ予想補正値がマックスでマイナス3ぐらいまでだろうっていうことで想定すると、これ早稲田法学部の実際の合格最低点どれぐらいになってくるかっていうと、6割プラスアルファ取ればもう合格です。結構早稲田の入試ではさ、文学部とかさ特にそうだけど、いや早稲田は最近はもう8割取らないと受からないとかいろんな噂があるじゃないですか。法学部に関してはもうデータの上ではっきり見えます。6割ちょっと取ればもう合格圏、6割5分も取れたらもう安全圏だと思っていいです、ここ数年では。っていうことが見えてくるので、僕が以前から言ってると思うんだけど、早稲田法学部は今お買い得っていうのはこういうことも言えるんですよ。合格ラインがね、早稲田の中でもそんなに高くないんですよね。もちろん問題難しいですよ。だけど早稲田の問題の中で8割とか取れっていうのと6割以上取ろうぜっていうのだと、やっぱり精神的ハードルが全然違うんですよね。法学部は昔と変わらず今6割ちょっと取れば受かるって言ったあの昔の時代に今あるんで、なるほど、お買い得ですってこと。次に早稲田法学部のお買い得さを人数の部分から見ていきたいと思います、はい、早稲田法学部は定員が350名、ここから見ても分かるようにやっぱり志願者よりも結構数百人レベルで実際の受験者って少ないんですよね。だからさ、早稲田って確か受験するのが一学部3万5000ぐらいだと記憶してるんですけど、ざっと550とか600ぐらいが能受験なわけじゃないですか。3万5000かける600、うすげーとか思っちゃう、ね、いいなーとか思っちゃうよね、不労所得、不労所得かな、そういいよねこれね、いいなーと思っちゃって。でそんな早稲田法学部で合格者と補欠入学許可者、あのこれね、なんでわざわざこんな回りくどい言い方してるかっていうと、補欠合格が出ても実際に入学許可が出ない人もいるんで、まあ補欠入学許可者、いわゆるあなた早稲田入っていいですよっていう、もう本当の合格者が出たあの補欠合格の人の数字です。これ754+112で今年866人の合格が出てます、一般入試。あのこれ去年の数字とか見ててくれても分かるんですけど、ここ数年やっぱり上がり上司なことが分かりますか、どんどん上がってきてるんですよ。さらに見ていくと、これ共通テスト利用で合格した人の数字もご覧ください。ドン、合格者数過去最高です。550人、桁違い出てます。桁違い出てない、桁は変わってないわあの、はい、マックス桁が数字が違う、はい、過去最高に出てます。550+754なんで、まあ1300オーバーで出てるんですよね、うん、っていうことなん でしかもこのね、過去最高の数値を叩き出してプラスアルファ、最近さ森田先生も取り上げたけどさね、まあ、あのサブチャンの方で、うん、首都圏の次第合格者の絞り込みちょっと和らげますよっていうニュースが来てるわけですよ、ね、これはね受験生の皆さん追い風です本当に、うん、なので合格最低点のラインで見てもそうだし、実際に取られてる、ね、合格者の数で見てもこういうことが言えるんで、人を受け入れる方針で動いているから、うん、でそれに伴って合格ラインも低下している。これはやっぱり受けていった方がいいんじゃないかなということですね、うん、最後に早稲田法学部の、まあ、今の入試問題に関して軽く触れておきたいと思いますね、はい、まず英語なんですけども、やっぱちょっとね、時間が厳しいっていう意見がやっぱ多いんですよね、うん、そうだね、まあ問題数多いしね、そうなのよ。だから時間が厳しいには結構2タイプに分かれるんですよ。まず慢性的に遅い人と部分的に遅い人っているんですよね。早稲田法学部の英語でよく起きる現象っていうのは、やっぱまあ長文にやっぱ当然時間がかかるんですけど、あの長文に時間かけすぎな人っていうのはやっぱりまあまあいるんですよね。だから文法問題、自由英作文、まあ文法問題で言うと大問3から7かな、めっちゃ多いよ、ね、まああるよねパートがね、あそこと自由英作文、自由英作文やっぱり15分ぐらいは絶対欲しいんですよ。文法パートで長文パート、何分ずつぐらいでいくのかっていうところのやっぱ計算がちゃんとないといけないです。まず計算がちゃんとあれば配分をミスることはないので、
ちゃんと計算を立てておいてくださいということですね。であとはね、ちょっと最近早稲田法学部の自由英作文が特殊なんで、ちょっとこう2022年のとんでも自由英作文を後で森てっちゃんとね、早稲田の YouTube チャンネルで あの方でも撮りますんで、そちらもぜひ見に来てください、はい、なんで、まあ、ちょっと自由英作文あの特殊なスタンスをどうするか、発想力も必要になってきます ね。次に国語。国語はね、まあ、2022年に関しては正直俺の中ではちょっと難易度和らいだなっていう印象です。まずね、古文漢文に関して、まあ、これ昔からそうなんだけど、早稲法は古文漢文が優しくて現代文が難しいんですよ、うん、古文漢文は本当にね8割オーバーぐらい取れるんで、うん、今年の入試に関しては僕解いてきたんですけど、やや難レベル以上の問題と簡単な問題の差がやっぱり激しいです。例年以上に激しくて、確かにね2つかな、ちょっと無理っぽいかなみたいな問題ありました。でちょっと難しめかなみたいなものも1つ2つあったので、ただそれ以外は絶対解けるでしょみたいな問題だったから、古文漢文に関しては2022年に関してね3×か4×までに抑えたいかなって感じ。現代文も大問3、1個ちょっとね、うん、難しいかなって感じのがありました。正直今ちょっとね問い18が難しかったけど、まあできなくもないかなみたいな問題ではあるが、まああれは落としたとしても他全部取れてもおかしくないぐらいの問題なんですよ。最後大問4で耐える。大問4めっちゃむずいです。うん、これ毎年そうだね。大問4はやっぱり東大の連中でも苦戦するかなぐらいの難しさで、ここでいかに耐えるかなんですよ。ただし皆さんね、大問4が難しくなる理由、まあこれは僕がユーテラをやってる最たるものでもあるんですけど、ユーテラ見てください。結構僕ユーテラの現代文テーマ解説講義やってるんですけど、あそこでね結構哲学的考察に対して強い人を早稲田をはじめとする難関大は求めてます、うん、よく皆さんが読めるときは解けるけど読めないときは解けないっていうのは、これもうねピンポイントで言っちゃいますよ。哲学的考察に弱い人は読めない、うん、哲学的考察に対して慣れてる人は読める、うん、ここに分かれるんですよ。だから僕はプラトンがどうだとかカントがどうだとかって出すんですよ、うん、ユーテラの僕の現代文テーマ解説講義は難関で受ける人は絶対見ておいてほしいです。そうなると、あの哲学的考察に対して非常に僕噛み砕いて解説してるから、本当今年の早稲田法学部の大問4なんかももう哲学的考察、例えばカントのさね、我々はもんじゃ焼きだけを見てもんじゃ焼きを分かってるわけじゃないんだよっていう話とか、あるいは僕がまあそれこそ共通テスト現代文ね今年のものを解説してるのでアイデンティティに関して話してますよ。あの辺のこう知識の理解があるとスラスラ読めます、うん、ぜひだからね、平が噛み倒して解説してます、ね、そうそうそう噛み砕いて噛み砕いて解説してますからぜひ見てください。いや本当に読めるからね、うん、いい哲学的考察に皆さんが強くなるように僕作ってるんで、はい。じゃあ最後にちょっとね、まあいつも通りってことで、成績開示データからちょっとね分析をしてみたいと思います。今年は法学部は素点がないので、調整後得点と平均点とその後のね合格点で見ていきたいと思います、はい、まずねこの A 君のデータなんですけど、まあこれうちの今年の浪人生なんですが、英語に関してはね 26.844 な平均の中で 31.318 と、まあもうちょい欲しいかなぐらいではあるんですけどね、悪くないです本当にね。ただやっぱり6割取りたいから、うん、まあもうちょい欲しいかなぐらいだよね。国語に関してはやっぱ平均点が 27.268 の中で 22.425 取っちゃってる。さっきも言ったけど標準化の影響、日本史の人は何ならもうほぼないので、これは絶対もっと取ってなきゃダメでした。で日本史に関して、日本史に関してもやっぱりまあ6割オーバー欲しいからもうちょい欲しいよねってことで、2022年入試の早稲田法学部で合格する日本史選択者ってことなんであれば、見立てとしては英語でやっぱり6割ちょい欲しいよと、36点オーバーですね。国語に関してはこれね7割取れるよ、あの問題だったら、うん、落差が激しいから取れる問題と取れない問題の、大問読んで耐えるっていうことで、まあある程度頑張ってくれるんであれば7割以上絶対取れるんで、ここで28ぐらい取れたらいいです。なんなら平均点以上取れてたらもう十分。日本史でもね、まあ、24点オーバー、まあ、25、6、7点ぐらい取れて、それでまあ最終的に合格点を獲得していくっていうのがまあ正しい戦術だったかなというふうに思いますね。で合格点が 89.895、 まあね、あのほぼ本当にあの標準化の影響ないんで、法学部これぜひ、6割プラスアルファで合格をつかみ取っていただけたらと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、小林さん、言っていただきました。ありがとうございました。Thank you for my ching.